こんにちは皆さん。シェア私の国の食べ物についてお話しします。お話しするのはカオニアムピンです。日本で言うと豚の串焼きともち米です。ムーピンは豚肉のつくねを焼き鳥のように焼いたものです。タイの名物のムーピンは普通に豚肉を焼くのではなく、豚肉をつくねのようにして調味料を加えて焼いた料理です。日本や他の国などではそのまま豚肉を焼くことが多いと思いますし、大体塩味だと思います。しかし、タイのムーピンはパームシューガー、花椒、牛乳、濃い口醤油などの調味料を混ぜてつくねにした状態で焼くという点で異なります。ムーピンはタイでポピュラーな料理です。食文化としては有史以来人間が火を使って料理をするようになった時から現在まで存在する料理です。ムーピンはタイ人や外国人観光客に大人気です。なぜあれほど人々を魅了する料理になるのだろうか。その答えは、朝はとても忙しい時間でもすぐに食べられるファーストフードだからです。朝急いでいるからといっても朝ごはんは大事なので、人々は手軽に買えて食べやすい食品を求めていることと思います。そしてタイで選ばれたのがこのムーピンです。安くて食べやすい、朝のラッシュにぴったり美味しい味わいで、よく蒸したもち米と一緒に食べます。このもち米をタイ語でカオニャオというので、このもち米と一緒に豚の串焼きを一緒に食べる料理のことをカオニャオムーピンと呼んでいます。タイは暖かい国なので穀物がたくさん育ちます。皆さんもタイ米なのでタイのお米をご存知だと思います。そのためタイは家畜をたくさん育てることができました。その中に料理によく使われる肉、または簡単にできる料理は豚肉です。タイでは豚肉を使う料理がいっぱいあります。例えば今日ご紹介したムーピンもその一つです。そこで生まれたのがこのお米やこの穀物を食べて育った豚の料理です。世界中に似たような豚の串焼きの料理があると思いますが、製法や味が異なると思います。ムーピンのように肉をつくね状にして調味料を加えて成形したものを焼く料理もあれば、そのまま切った肉を焼くような料理もあります。タイと他の国の豚の串焼きの違いを味わいたいなら、ぜひ食べてみてください。ここまで聞いてくれてありがとうございます。